リンボはデンマークのプラデドが開発したコンピュータゲーム。2010年7月に XBOX364 に XBOX Live でリリースされた。その後、マイクロソフト d o w s PlayStation 3、OS10、プレイステーションビータ、iOS、プレイステーション4、アンド d イド、ニンテンドースウィッチ用がリリースされた。主にインターネットを通じて配信されているが、 Xbox 360用のパッケージソフトとして、トリプルパック、Xbox Live Arcade ンピレーションマイナスに収録され、2011年5月に販売された。プレイヤーが主人公を操作して、モノトーンの世界を進んでいくという形式の横スクロールアクションゲームである。敵を倒すことよりもパズルが主眼となっており、プレイヤーは即死系の罠を回避しつつ、 行く手を阻む仕掛けを解いていく。操作は非常にシンプルである。基本的に BGM がなく、環境音のみが響き、モノトーンのアートワークと相まって不気味で幻想的な世界が作り出されている。主人公や作中の物体はシルエットで描かれているが、主人公が死亡する際には、体が投げ出される、突起物に貫かれる、体がバラバラになる、血が飛び散るといった、 残酷な演出がある。作中では、ストーリーは明示されないが、ソニーコンピュータエンタテインメントは、本作のソフトウェアカタログに、運命に逆らい、妹を探して少年は、リンボの世界に足を踏み入れる。と記している。リンボ。マイクロソフト2014年5月17日閲覧。AB、リンボ。ソフトウェアカタログプレイステーションオフィシャルサイト。 ソニーコンピューターエンターテイメントインク2014年5月17日閲覧リンボスティームバルブコーポレーション2014年5月17日閲覧リンボマックアップストアアップルインク2014年5月17日閲覧リンボソフトウェアカタログプレイステーションオフィシャルサイト ソニーコンピューターエンターテイメントインク2014年5月17日閲覧リンボ iTunes Apple Inc 2014年5月17日閲覧 AB リンボレーティングインフォメーション S 部2014年5月18日閲覧千尋、不気味すぎて不思議すぎて病みつきになる残酷な世界エクスブロ専用アクションゲームリンボレビュー 4gamer.net 2014年5月17日閲覧。ハットフィールドデーモン GDC10 インディペンデントゲームズフェスティバルアワードウィナーズイグン2014年5月18日閲覧。ビデオゲームアワーズ2010ラップアップイグン2014年5月18日閲覧。オーランドカイル GDC2011 レッドデッドリデンプショントップスゲームデベロッパーズチョイスアワーズギャモストラ2014年5月18日閲覧ウィナーズオブザザ38スアニュアルアニーアワーズアンウンストギクタイラントインダストリーズ LLC 2014年5月18日閲覧ありがとうございます